ジャッカルのピクピク試してます。濁いだよな。ピク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 。ボイルとかなしてないんだよな。まあでもこういうのが効くのって多分。おお、なんか食った。ピクピクとか効くのってボイルとかまで至らないときだよな。これね、ピク釣ってみたいんだよな。ちょっと今日デカトップは外したけど、ワームでは反応いい。おー、すっくわえた。よし、おー、2投目か。おー、釣れた。ピクピク。はい、ジャッカルのね、ピクピク来ましたよ。ピクピクフィッシュね、こんな感じで食いついてくれました。これね、ちょっと今日はシマノのね、新しいコンプレックスライトラインの釣り試したくてね、いろいろやってますけども、こんな感じのね、ピクピクフィッシュもね、ゲットできちゃいました。初めてね、釣れたんで嬉しいね。じゃあ引き続きピクピクさしてみます。イエイ。じゃあ引き続きピクピクさしちゃいますね。え、ミエバスが今日ね、うろうろしてるから、ワームで狙ったりピクピクで狙ったり、なんだろう、コンプレックスで言えば、まあリールが軽いから、こう糸を水面にできるだけ落とさないように高い位置でこう操作してても疲れないから、なんだろう、やっぱりこれフロロリーダー7ポンドぐらいつけてるんですけど、 P0.35 に、この糸の存在感をさらに消したい時なんかに、リールが軽いからこう極端な感じでやると、こんな高い打点でねえやって疲れないからね。これがなんかここぞって食わせの時とかに、ああいう特にね、チビバスも釣れたりすると食わなくなってくるから、そういうのをなんだろう、繊細に狙いたい、切りもみさしたいなんていう時とかに、この F4 の 150g 台っていうね、軽さが武器になるんじゃないかなって。ミエバスがいたらミエバスにアプローチしてみたいな。今のは見えたなかったんだけど、下からふーって来て2匹ぐらい多分来てくれたんだと思うんだけど、ちょっと奪い合って食べてくれたんですけど、あ、何濁いかな、なんかそばに魚はいるんだよな。ピクピク、いやバスだったな。いや濁いだな。でも濁いのそばになんかバスも今見えたような気がしたんだよな。あ、下で、あ、浮上してきた。食うか食うか、食う、しゃぶった、しゃぶったやめた、しゃぶったやめた。ちょっと岸際から入れ直してみますか。あっちの岸際から再度ピクピク。ちょっと違う。あー、もう俺の姿見えちゃってるな。俺がなるだけ動かないようにして、この超接近戦でやり合う時に糸を落としたくない、こんな時にいいんじゃないですか。あー、針見えちゃってんのかな。
ワームだったら食いそうなんだけどな。なんかここぞっていうのはちょっとやっぱプラグだけあって見てるな、なんかすごいじーっと見てやーめたっていう感じが今あったんで、それが若干気になるんですけど、必要にピクピクしてたらそのうち食うかな。いなくなっちゃったな。ドリフトピクピク、たまに止めてドリフトピクピク。いやー今のな、もう鼻先何センチまで行ってたんだよな。この下に隠れてるのかな。ピクピク、いなくなっちゃった。仕上がってんな、食いそうで食わない。食った、あーダメだ、今くわえたけど何匹かいる。バス来たよ、バスが上がってきた。あいつやる気スイッチ入ってると思うんだけど、置いといてみる。いや贅沢は言えないけど、君は25センチより小さいくらいだな。たまにでかいのもね、なんかふわーってくるんだけど、遠距離ピクピク、遠ピク。わー食った、遠距離にしたら速攻食ったね。いや至近距離の見えバス狙いがダメで、ちょっとね遠目に入れたら速攻で吸い込みましたよ。遠距離ピクピク成功。あーバレたー、鉛筆。あでもなんかバスいっぱいついてきたな。もう一発円筒ピクピク入れてみますか。鉛筆、浮いた、加えろ、加えた、あー今完全に加えたと思ったんだけど、ダメか。面白い。いやすごいな、このプラグのフラッシングが下にパン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 ってなんかねえ、キラ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 ーってのが入れられてる感じがいいね。なんか誘ってくれてそうみたいな。ちょっと休ませないとダメかね。よし、食った。おっしゃ。ピクピクフィッシュ。おいしょ。ピクに騙されちゃったね。イエーイ。はい、ピクピク小バスいただきました。あよく食ってくれた、ありがとう。ピクピクフィッシュを狙ってスピニングで遊んでおりますね。新しいコンプレックス、これの使い心地がどうかなって感じで、まあまあ単純に本当軽いから使いやすいっていう。なかなかバンキッシュとかじゃないとね、体験できない 150g 台っていうような軽さが、まあ結構ボディは小さいんですけどね、2万円台で体験できちゃうっていうのは一つありありのありっすね。もうほんとそんなに俺ステラとかこうバンキッシュとか超高級リールってあんまり買わないんで、こういう2万円台とかでね、
ドラグが良くて軽くて軽快なこういうリール使えちゃうのは本当幸せですね。たまに待ってるとね刺してくるんですけどね。今はそれをジャッカルのピクピクで遊んでおります。緊張する、緊張のピクピクゲーム。あれは恋だよな、恋。おー、恋のそばにバスもいた。そこに恋が見えて、恋にどうなっかなって投げたら、その下にいたバスが反応しました。この鯉がね、いて、お、鯉いるわーと思って、鯉を釣ろうと思ったわけじゃないんですけど、鯉したパターン発生。ねえ。いるね。際にタイトに落とせれば反応してくれるのかな。ああ、いるな、バスな。また鯉がいるな。鯉したパターンあるかな。あれは鯉、亀な。あら、見切るね。わあ、2匹。後ろから通せば来るかな。小さいの先に食っちゃった。よいしょ。小さいのが先に。3匹ぐらいいて。一番小さいのが食った。よいしょ。よいしょ。おー、ハーモニカ食い。おい、ピクピクハーモニカ食い。3匹ぐらいいてね、奪い合ってくれた。ありがとう、ピクピクフィッシュ。来い、遠距離。おー、やっぱ遠距離で入れると結構手前気味のやつはね躊躇するけど、ちょっとドラグ使ってみるか。おー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 、元気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 。よいしょよいしょ。よいしょ。外れちゃった。えてててて。よいしょ。ちょっと手に刺さっちゃってるけど、遠距離ピクピクに綺麗なバス君来てくれました。ここに寝ちゃった。よいしょ。ありがとう。よいしょ。いやー、ピクピク聞くね、今日。遠目に入れたらね、やっぱ人が見える状態プラスプラグだとちょっと食わないけど、細ピーでしっかり遠くに入れると食いますね。ワームだと結構この至近距離でもペッペッとか言ってね騙せたりするんだけど、
そこはやっぱプラグとワームの違いなのかな。ただワームだとあそこまで飛ばないかなって距離まで、このピクピクだと飛ばせているから、そこら辺で使い分けになってくるのかな。で針はねトリプルフックが2本ついているから、ああいう感じで、まあやる気になって吸い込んでくれたやつは躊躇なく食ってくれるのかなって考えると、ちょっと適材適所かな。ピクピクがいい時もあれば、従来のワームのピクピクがいい時もあるだろうし、今のは切るかな。おお、吸い込んだ。なんだ、あ、バスだ、バスだ、バスだ。切るじゃなかった。おお、元気。わあ、ちょっといいぞ。ああ、バレた、ごめん。ギルかな、何回も何回もチュパッチュパッと食いに来るから、でかけてみたらバスだったっすね。こっちの方法でもなんかピッていってたな。あ、いったな、なんか。おー、食った、よし。これも、小さいけどバスだね。いや、ピクピク入れ食いになってきたよ。おー、はいはい、バイバイ。ね、ピクピクすんごい反応する。そっか、なんかねピクピクしてんのに食いつくところが見たくて、結構ね至近距離で使っていたら、あれ見切るなぁなんて思ったんだけど、このプラグのちょっと遠くに入れられる特性で、ちょっと遠目ピクピクすれば面白いようにヒポッて吸い込んでくれるね。今はね多分岸際に小バスがいて、それがスパーってねこう食いに行ったってのが見えたんだけど、まあブラインドで見えない状態でやるときはね、もうひたすらピクピクピクってねやってりゃふわってね、なんか止めるとやっぱ針の存在感が出るのか、ね、よっぽど状況いい時じゃないと吸わないから、こうずっと手は疲れるけど、ずっとピク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 ってやり続けるのが肝かもしれないですね。ピクピクのシーズンになったら使いたいなと思ってたんだよね。これは面白い。亀山ダムなんかではねもちろん使いたいけど、結構ね今トズラッパラダム、トズラッパラダムのバンクにひたすら丁寧に打ってやるなんてのが楽しいんじゃないかな。これ三島湖とかだとよっぽど場所が特定できてないと、もしくは上流のねここを食うっしょって分かってるとこじゃないとやりきれないかもしれないんだけど、結構魚の移動が早いからね、トズラッパラダマみたいなあのところと相性が良さそうなルアーかな。豊草だともうちょっとボリューム感のあるねやつで食わせる感じかもしれないんで、もしくはこういうおかっぱりとか野池で遠投してピクピクしたいなんて時とかなのかな。
や、バスだった。バスだった。この距離だと食わないんだよな。この距離だと食わないんだよな。あ、食った。ああ。近距離でもちょっとそれが終わったのか。よいしょー、よいしょー。だいたい下顎にかかるね。うん、いやー綺麗、ピクピクフィッシュね。えいやーすごい。はい、よう釣れるねこれね。あ、見えバスいるよ。はいはいはい、見えば通りました。ジャンプ、ありがとう。おお、ジャンピング V、 おおすごい。ピクピク、なんだろう、朝一よりちょっと気温が上昇して、なんだろう、魚が上ずってきたのかな。ガゼン反応が良くなってきちゃいましたよ。ちょっと違うルアー試したいなと思ったんだけど、上のレンジでね反応してくれちゃうから。ガバーって食ってくれるからな、やめらんないよ。